여러분、안녕하세요。もごもご입니だ。え、今日は、以前から、身内から結構リクエストされてたものなんですけれども、朝鮮の王の、ま、家系図が気になるということですよね。ま、ドラマを見てみると、なんで老い子が王になるとか、なんか兄弟が王になるとか、そういう話があったので、それをちょっとまとめてみたいと思いますが、一旦、ま、かなり長いんで、今日は前期、初代のイーソンゲの直系までやってみます。 まず、皆さんもわかるように、初代王は手上、いい尊厳ですが、この人は、性質が2人、側室が6人いて、子供が8男5女でした。いずれかを話したいと思いますが、高麗時代は性質が2人いたりしましたので、2人が一緒にいたんですけれども、最初の性質が死にワンで、で、この人と間で6男2女がいて、 そして新しい性質、神徳王府の間で二男一女がいました。この中で注目してほしい人物が、神徳王府の間では二人の男、イーバン・ボンとイーバン・ソクですが、のテのイーソンゲは、他の 兄弟がいっぱいいるにもかかわらず一番成功にあたるイヴァンソを朝鮮の次の王様にします、えー、まあ、これも話長くなりますけれども朝鮮という国自体が最初は、まあ、王というのがいらない存在としてあったので <laughs> 一番は家臣たちに協力しやすい王様を選んだんでしょうでこの中で新イワンフとの間の五男 テジョン、ンイーバンオンに注目して欲していんです。このイーバンオンは、このテジョイーソンゲの息子の中で一番頭がいいと人と言われているんですけれども、この人はこれがとっても気に入らなかったんですね。なんでスエコが次の後継者になるのかという話ですよ。なので、イーバンオンはクーデーターを起こして、この二人を殺してしまいます。 これが、まあ、歴史に詳しい方はご存知の王子の乱ですよね。で、その後、そしたら、当然、クーデターに成功したイーバンウォン、つまりテイジョンですが、テイジョンが王になると思いますが、えー、まあ、名目上、そのままテイジョンが王になってしまうと、家臣たちの信頼を得られないため、えー、同家の王、二大王のジョンジョンを先に王様にします。 で、この二大王のジョンジョンは実際は王様になりたくなかったんですよ。とにかくあくまで同家で2年ぐらいやりますね。で、このジョンジョンは正室が1人いて即室が7人いましたが、即室の間では15男8女という子供がいましたが、正室には子供がなかったんですね。なので、そのままスムーズに次の王様は三大王のテジョンになりますね。 じゃあ、これから、朝鮮、天宗の時代が始まります。で、この天宗には、正室が1人、側室が10人いて、もう子供いっぱいいました。12男、17女がいましたが、正室はウォンギョン、温ワンフという人です。で、この人と間で、4男、4女の子供がいましたが、 最初は一番長男である、ヤンニョンデ軍という人が後継者になりますね。名前ヤンニョンチキンみたいな感じですけど、このヤンニョンデ軍はあまりにも、 性格が悪すぎて、まあ、この人もいずれか動画にしますが、もう、語ったらすごいほど、まあ、いろいろ暴れてたんですよ。それで結局、家臣たちのいろんな権威によって、イヴバンオンの、三代を手ンの強化のもとに下ろされて、三男であった聖女が次の王様になりますね。ちなみに、次男の場合は、当世三男の聖女が次の後継者になるとしてたので、 あこの空気を読んでですね、お寺に入ります。で、この正城には、成室が1人、側室が6人、子供が18男7女いましたが、まあ、以前の動画で説明しましたが、成室の双音1音はかなり仲が良かったんですよね。なので実際、子供もいっぱいいてですね、8男2女がいました。その中で普通に長男であった、 文ジョンが次の王になります。初めて長男が王になった感じですよね。ただ、この文ジョンは一旦病弱すぎだったので、早く死去してしまいましたね。 で、一旦この文章にも、性室が三人いて、聖者、王子様の時に二人離婚したので、一旦三人ですね。で、即室が八人いて、子供が七男二女いたんですよ。で、その中で男が、性室である、현独万夫との子でしたが、この子が六代王の団長ですよね。で、お父さんが早く亡くなってしまって、 子供の時に王になったかわいそうな王なんですけれども、一旦朝鮮最高の正統性は持つ王ですね。長男の長男ですから。じゃあ、一旦ここまでまとめてみると、こういった感じの流れです。初代王の手女から息子、まあ、次男である、手、あ、長女に行って、まあ、同系だったんですが、実際兄弟の三代王のテジョンに移ります。まあ、テジョンは一番初代の 手順にクーデターを起こして王権を取りますよね。で、その後この三代手順の時代が始まって、息子を息子を息子の順番で後継者が決まります。 これが普通に続いたら一番理想的だと思いますが、もう6代の誕生にこの息子の流れが終わりますよね。じゃあ、詳しく見てみましょう。じゃあ、6代王の誕生には、性質が1人、側室が2人いったんですけれども、子供がなかったんですよ。もちろん子供ですので、子供を産むことができなかったんですよね。で、えー、その時に、おじである。 七代王、聖女が登場して、クーデタでンジョンを下ろして、まあ、その後殺してしまいますよね。で、この聖女は、つまり四代王の次男、つまり聖女大王の次男になって、で、五大代の文女の弟、そして六代、このジョンのおじさんになるんですね。じゃあ、つまり三代王のョンの、普通の正党後継者ラインが七代から崩れてしまいます。クーデタによって聖女が登場します。 じゃあでは今から正女の時代を調べてみましょう。この正常には性質一人と側質二人がいて子供が 四男一女がいました。で、この聖女の性質は有名な蝶衣王ですよね。で、この間では、息子が二人で、娘が一人いたんですけれども、長男がちょっと病弱で、ちょっと亡くなりますね。なので、次の王様は、次男にあたる八代を、家蝶になります。七代の次男ですね。で、この家蝶は、性質が二人いて、 このアン・スンワンフッと間で息子が一人いました。でも、このイエジョンは皆さん分かるように王になってからすぐ死去してしまいますので、次の後継者がこの息子に行く時に4歳だったんですよ。4歳だったので、ちょっとこれは王になるのは難しいと話になりました。 で、そこで、先ほど言ったように、このイエジョンは次難だったんですね。で、実際これをちょっと見てみると、先ほど言ったように、長男は早く亡くなってしまいましたが、実際長男には息子がいたんですね。ちょっと家系図を考えてみると、仕方なくイエジョンが追うにはなったんですけど、 長男の息子が実際は正当な後継者になりますので、普通にこっちに移ります。この王様が九代王の孫正ですよね。つまり七代の孫になって、八代の老い子になりますね。まあこの孫正は、まあ先ほど言ったようにお父さんが亡くなったけれども、まあ長男の長男なのでかなり王権の正当性は高い王でした。 で、この성종には性質が3人いて、まあ、1人は死別して、1人は離婚して、即室は13人いて、子供もとても多かったんですよ。16男、12女いたんですが、その離婚した奥さんが、ペビ・ユン氏ですが、このペビ・ユン氏の間で、10代王、四三軍を生みますね。つまり、この四三軍は9代王の長男です。つまり、長男の長男の長男なので、四三軍もかなり、 正当性は高いようでした。 で、この43軍は、もう皆さんわかると思いますが、かなり暴れた、えー、王だったので、性質は1人、で、側室が、まあ、いろんな記録によって異なりますけれども、まあ、最大20人ぐらいいたと思われます。で、その中で子供も、まあ、実際、本当に43軍の子供かどうかわからないの人まで、まあ、いたんですけれども、まあ、いろんな記,を記録をまとめてみると、十何十条ぐらいですね。で、結局43軍が降ろされるんですけれども、その時に、あ自然に 奥さんもおろされて、一旦ペイビー紳士と言われる性質がいました。このペイビー紳士との間では、 息子が5人、娘が3人いったんですけれども、結局、四三軍は、学名、これはちょっとクーデターよりは学名ですね。後継者じゃなくて、家臣たちによる、えー、反乱でしたので、ちょっと学名として、あの、ちょっと私は言いたいんですが、四三軍は革命で降ろされたので、この子供たちが王になるチャンスはなかったんです。 で、結局、このクメイを起こした家臣たちが次で選んだ王が、11代王の順宗ですね。え、연産軍との腹違い兄弟なんですよね。どういった関係か見てみましょう。先ほど言った9代王の孫宗には、離婚した性室、ペイビーユン氏がいて、で最後の性室、ジョンヒョンワンフという人がいました。この間でもですね、息子が一人いたんですよ。この息子が、 ジュンジョンですよねつまり、四三軍と中将は腹違いの兄弟になりますね。で、この中将には、性質が三人いて、一、まあ、人は離婚。七、えー、日の王妃、聞いたことありますか、まあ、成人によって離婚されたんですけれども、その後、一人は死別して、即、ま、室、あ、は八人、まあ、子供は九男、十女がいました。その中で、この死別した王妃、ジ・チャンギョン、ワンフの間では、娘が一人、息子が一人いましたが、 この息子が中二大王のインジョンですよね。つまり中一大王の長男になります。で、この中二大王、インジョンには性質が一人、側質が二人いましたが、子供がなかったんですね。なので、このインジョン皆さんわかると思いますが、 9ヶ月ぐらいで亡くなりますよね。でその後、結局子供がなかったので、13代王は明宗になります。11代王の次男ですね。どういうことか、もう一回見てみると、先ほど言ったジャンギョン王婦は、実際この因宗を生んだ後に産後亡くなりますよ。でその後新しく入れた性質が、このムンジョン王婦ですよね。 この文、正王、富士は娘が4人、息子が1人いましたが、そう。この息子が 明洞ですね。あつまり、仁川と原違いの兄弟になります。 で、この十三代王の明循も、えー、性質は1人、即室は6人いたんですけれども、で、子供が一男四女か、息子が1人しかいなかったんですよ。で、残念ながらこの息子が若い時に病気で亡くなりますよね。で、この明循も、まあ、すぐ亡くなってしまいますので、ここで後継者が亡くなります。後継者が亡くなることになりますね。性質の子供がいなくなります。 なので、結局、どうなるかと言ったら、11代までまた、ぶりますけれども、11代用の順序に、ソクシ室に、창빈安氏というソクシ室がいました。この間で、特訓大王軍という息子がいて、で、この息子が、 ブデブイン・ジョンシと結婚して産んだのが14代王の孫女です。つまり孫女は11代の孫になって、13代の老い子になって、朝鮮王朝初めての側室の息子になりますね。これでイーソンゲの直系は13代で終わります。 ちょっと、聖女の時代をまとめてみると、こんな感じですね。ずっと、息子が引き継いだ三大王の手順と違って、聖女の世代は、なんか横に行くような感じですよね。息子、おい子、息子、兄弟みたいな感じですね。これを手順の家系図とくっつけてみたら、こんな感じですよね。あ今日はここまでです。朝鮮のイーソンゲの朝 のの後継者の話をままとめてみました次は朝鮮後期になって即室の息子たちの話が始まりますので楽しみにしてくださいね。じゃあ、여러분、今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまおよ。여러분、あんん。